はい、皆さんこんにちは、アクルーです。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。ということで今回はこちらのテレストリスファイアーサラマンダーの飼育を始めて約1週間が経過しましたので、こちらのプラケースの、メンテナンスをしていきたいと思います。それとこちらのファイアーサラマンダーを飼育するケージの構想をちょっとねお話ししていきたいなと思います。ではまず低照の、メンテナンスをしていきたいと思います。はい、ということでやっていきましょう。今回は固ま土全部入れ替えようかなと思います。こんだけ小さいスペースなんでね、全部変えた方がいいと思うんですよね。そしてちょっとちらっと見たところですね、とんでもなく大きい糞をしておりまして、イモリとは違うな、糞の大きさが2倍くらいあるぞと。一旦ファイヤーを他のところに移します。はい、こちらに移しました。ということで今のうちに低照の掃除入れ替えかをします。ふた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 、少しの間これでいてくれ。よし、オッケー。はい、糞がですね、これですね、ちょっと、めちゃくちゃ大きいですよね。びっくりした、これ初めて、初めて見ましたね、飼育しだして、1週間でこれ。オッケー、オッケー、オッケー。ということで、捨てよう。ではね、この袋のビニール袋の中に全て入れちゃいます。はい、中身を捨ててきました。そして最後に、ペットクリーンっていうやつで、除菌ですね。押して、そうして最終仕上げでエキゾジア。これを使ってきます。ちょっとね、エキゾジアの在庫がもうなくて、節約ということで最初はこれで。内容量、成分か。成分が、次亜塩酸ナトリウム、食品添加物、PA、pH 調整剤。一方、エキゾジアは、次亜塩酸、水、次亜塩素、酸イオン、塩化ナトリウム。ちょっと違うのか。ちょっと違うようだ。なるほど。そういうわけで、ペットクリーンでー、よし。そして最後、エキゾジア。よし。これで OK。よし、水入れ設置。こっち向きやなー。これはですね、赤玉って使って捨てるのもったいないんで、やっぱ大磯砂とか砂利系使った方がいいのかもしれないなとはちょっとは思いました。ちょっと思ったんですけど、どうするかなちょっと考えますね。そこは赤玉は一応水分を吸ってくれるんで保湿できるっていうメリットがあるかなと思うんで、砂利は、どうなんだろうか。砂利もありかもな。砂利で飼育されてる方もおられるんでね、考えていきたいですね、そこは。よし、ではファイヤー戻します。はい、ではファイヤーサラマンダー移します。よし、いいぜ、行ってくれ。反応はないな。よし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 、よいよいよいよ。はい、よっしゃ、いいね。触らず映せるのが一番いいですよね。よっしゃ。はい、おい、プルプルしてる。オッケー。はい、ということで完了ですね。こんくらい、湿ってるところと乾燥してるところ作ってたら大丈夫ですよ。水入れもありますし。チラッと。落ち着いてらっしゃる。そしてなぜ今回1週間でもう低照全部入れ替えちゃったのかというところなんですけど、ツイッターとかを見ていると、イモリよりもサラマンダー系の方が皮膚病とかそういうの病気になりやすいのかなっていうのを見てて思うんですよね。ということから学んで自分もそういう風な方向でやっていこうということで今回やっております。
マイモリよりちょっと難しいのかな、飼育が。そんな気がします。まあ僕は初めてなんでそう思ってるだけかもしれませんけど、まあでもやってて間違いはないと思ってます。あっと、すまねえすまねえ。それでなぜフンがこうあることによってサラマンダーやイモリが皮膚病になってしまうのかっていうところもちょっと考えてみました。まずワードとして出てくるのが自家中毒っていう言葉が、まあ最近、まあ僕はここ2年くらいでよく聞くようになったなっていうふうに思うんですけど、まあ2年、そうですね。まあ昔からあるのかもしれないんですけど、自家中毒、自分の排泄物を皮膚から吸収してしまう。そのようなことみたいですね。吸収してしまうか。そこから皮膚病につながる。なるほど。で、ここからはちょっと、まあ、人間の皮膚に関しての方で調べてみたんですけど、あくまでまあこれがサラマンダーやイモリに対して同じような現象が起こってるのかちょっとわかんないんですけど、便はアルカリ性で、それが皮膚、酸性なんですね、皮膚は。それにつくと皮膚を保護している皮脂を取り除き、皮膚が持つバリア機能を低下させると。そしてバリア機能が低下した皮膚は水分を取り込みやすくなって、それによって皮膚が白くふやけた状態になるんですね。あのお風呂とか入ってると皮膚がふやけるあれですね。ああなってくると皮膚の結合性が弱くなって、軽く擦るだけで損傷するんですね、傷がつく。でそこから感染症を引き起こすということで、これまあ長い間違いじゃないかもしれないですね、これは。ということも含めて、つまりはメンテナンス性低消も掃除しなきゃいけないと、かつビバリウムで飼育したいと、この子をね、テレストリス、ファイアサラマンダーを、となってくるとどういうケージを作っていくのかというところで構想のお話につながっていくんですけど、はい、こちらの水槽を使ってケージにしていこうと思います。横幅40センチ、奥行きが26センチ、高さが30センチということで、これをこれ使う水入れですね、これを横にして、こうですね、ちょっと見づらいか、こうして使っていこうかなと思います。なんで横幅は変わらずで、奥行きが30センチ、高さが26センチになるということですね。で、ここ上を剥がして、アルミのチャンネルをつけてスライドで入れるような感じでしていこうと思います。なので赤腹のケージですね、こちらのケージの、まあ赤腹ですね、のケージのようにスライドでこのように入れるようにしていこうと思います。そして問題はですね、低消を掃除する、まあ入れ替えるっていうところなんですけど、この中に低、まあここにつけて低消を入れるってなったら、とてもねやりづらいと思うんですよね。これをわざわざ運んで低消を掃除するか出すかっていうなってくると、ちょっと難しいのかなと思いまして、この中にぴったりと入る引き出しのような形で、まあこれで、まあ例なんですけど、こういうものを入れてこの中に低消を入れるっていうことにすると、掃除しようってなったらこれを引き出して掃除して戻すっていうような感じにすれば、このケージ自体は動かす必要性がない。それでやっていこうかなと思います。なんで今までにはないようなケージですね、入れて、もちろんちゃんと扉するし、上も蓋を閉める、そしてロックもまあ何かでロックはしようと、扉が開かないようにしていこうとは思っております。はい、ということで低消の入れ替えとケージの、まあ、構想ですねについてお話しさせていただきました。まあ、ファイアサラマンダー、まあ、僕は飼育するの初めてなんで、よりまあ良いというかメンテナンスしやすいケージを作っていきたい、かつビバリウムでも飼育したいっていうところを合わせていくと、やっぱケージはの低消を入れるケースを別に作って、それを引き出しみたいに出すっていう、そういう発想に至りました。まあ、それがどうなのかはわからないですね、使ってみないと。なのでそれを作っていきたいと思います。
まあ、来週くらいからは本格的に制作していけるかなと思っております。うん、なんで今年中には余裕で完成してレイアウトまでいけるかもしれないですね。またそこら辺の制作の動画やレイアウトの動画と掲示紹介も、まあ、どこかでするかなと思いますので、そちらの方もご視聴をよろしくお願いいたします。ということでこれで終わります。ありがとうございました。またのご視聴をよろしくお願いします。